初代、歌川報告肖像。初代、歌川国貞が。早野寛平尾野栄三郎初代、尾野栄三郎の早野寛平。文化2年6月河原崎座の、奏で本、中心蔵より。初代報告が。初代、歌川報告とは、江戸時代の浮世絵師。本名、倉橋熊吉、後に熊江門。一応サとトゴース。 江戸芝神明前三島町に住む、木彫りの人形師、倉橋五郎兵衛の息子として生まれる。三島町から吉町、堀江町へと移った後、上牧町に居住した。幼少期に歌川派の創始者、歌川豊春の元で学び歌川報告と称し、理想の美しさを表現した、役者や美人画で絶大な人気を得た。天明6年には、諸女作の絵語読み、 年始の男女を呼び、京太郎化者の挿絵を発表し、天命八年、公表し、く者落元じめの挿絵あたりから本格的に画業を開始、以降作画は最晩年の文政七年まで及んだ。天命期は、修作期であったが、完成に三年頃から、泉谷一兵より、美人画を出し、次第に、豊か春風を脱却、清志風や歌丸風を取り入れながら、 独自の様式を模索していた。役者舞台の姿へは、まむらや三代目、瀬川菊之丞の山和万歳術は、白拍子久し方。完成6年11月と座の、ウルート辻縄歌誉れより、初代報告が。完成6年正月、泉谷一兵衛から報告による、役者舞台の姿への連作が出版された。これは、単調な背景に浮き上がる、 当時の人気役者の舞台姿を描いたもので、精神な画風が好評であった。すでに完成4年に、勝川春章は世を去り、春らが役者絵を描いて活躍していたが、人々は新しい風を期待していた。そこに、報告の役者絵、役者舞台の姿絵が登場したのであった。この役者舞台の姿絵は大変な好評で、 完成8年までの間に40点以上が制作されている。その後オークビエなどの役者へ芝居絵を独占するようになり、文化文星年間には舞台上の役者を客観的に捉え、3枚続くに一場面を舞台の背景も加えて描き、より一層大衆の人気を得るに至った。その後次第に様式化していくが、時代の好みを敏感につかみ、一方美人画においても、 歌マ秀行などの影響も見られるが、時代の要求に応じたい気とキャンエンのあだ名女性美を描く歌川派様式を作り出し、文化期になると、生き延びへと画風が変化した。さらに、特本、絵本、合間の差し絵など幅広い分野に活躍し、合間に出てくる登場人物の顔を役者の似顔絵にしたのも報告が最初であった。代表作として、前述の 役者舞台の姿へのほか風流芸者身振り姿へ役者この手歌詞は、絵本に役者三階教絵本辞世章などが挙げられる。また、肉筆画も、すっきりした、江戸前の雰囲気を持っている。最も初期の肉筆画として、春のレーズ、雪の訪問図などが挙げられる。また、勝負持つ、女図も初期に属す優品として著名で、 まだ後年の報告様式の確立前の穏やかな画風を示している。これに対し文化13年春の作画と推定される、時世小百、姿図になると、やや目のつりのぼった要望の美人で、いかにも報告らしい作品に仕上がっている。多くの門弟を育て、幕末に至る歌川派の交流をもたらした。去年57墓所は三の幸運寺 徳明院寺、彩り礼号神寺。報告は、妻との間に一難家爪を設けるが、実種の直次郎は反義士となっており、浮世絵は描かなかったと言われる。長女は金と言った。主な門人として、多川国宇多川国長、宇多川国宇多川国,宇多川国安、宇多川国丸、宇多川国直。 歌川国吉、歌川国虎、二代目、報告、歌川国種、歌川国妻が挙げられる。歌川広重も入門を希望したが、門政満員で断られたという。歌川派の中高の祖となった報告は、このように多数の弟子たちを抱え、浮世絵界における最大派閥を形成した。そしてその流れは国吉を通じて、大巣往年、水野俊方。 株木清方伊藤新水へと続いていったのである。なお、版元の泉屋は、明治維新後の教科書販売として存続した。生誕250年記念、歌川報告、写楽を超えた男、奈良崎宗重初代報告筆生小百、姿画城、国家大戦31号。後に、国家社編集、100年記念国家論考生宣言館。 朝日新聞社、1989年10月30日、ピアニッシも488から500、2歳6。西日本新聞社、歌川報告さん、歌川報告さん97歳で逝去近畿大学大学新聞。 h t t p w w w e c p k i n d a a c j p p r e s s 4 1 9 s t u d e n t s u t a k a w a h t m 2 0 1 3年2月6日閲覧。静岡県立美術館編集、日本絵画、修復協力企画ホノルル美術館展安江戸の日本絵画ホノルル美術館名品展、日本実行委員会。 1995年、ピアニッシも89から9197。小林ただし、歌川報告筆三曲合奏図、国家第1256号、2000年6月20日、ピアニッシも26から27。尼崎市市第10巻別編文化財、民族1974年、ピアニッシも24から25。ありがとうございます。